昨日はもう人事まで歩いてました。人事まで歩いて、昨日は歩いてないです。もう最近は残党系に行ってます。皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ヒゲが伸びました。さっきの女の子のプロデューサーの菊井です。よろしくお願いします。俺がヒゲがあるで。俺もない、じゃあメンバーカモン。はい、カモン、カモン、イエーイ、すみません、先ほどの皆さん、はい、マイク多いん一本渡します。あれ、いや、あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。ショートになった。かわいい。一緒になりました。本当にリハ中どっちがどっちか分かんなかった。残像で、残像本物どっちですか。本物はいない、両方とも。偽物はいないです。あ、なるほど。そういうの言っちゃいけないんだ。偽物はいないです。バルタン星人宇宙忍者の話ですね。はい、自己紹介しましょうか。はい、はい、どうぞ、はい、お願いします。ミルクリーワンダー双子の姉の美里です。よろしくお願いします。はい、妹の美里です。お願いします。今どこに暮らしたらいいんだ。はい、さっきの女の子の野々宮亜美です。よろしくお願いします。さっきの親方の堀川穂です。よろしくお願いします。スイちゃん、スイちゃん。はい、ピアコダクルスルーです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、さっきの女の子の島月真冬です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、とても緩やかな空気の中始まりましたけども、いや、野々宮さんは姉なんですか、妹なんですか。姉です。姉の方なんですね。野々宮も双子なんですよ、実は。そう、違う人が多いんだ。はい、たまに東京に遊びに来るので。そう、先ほどのライブ2回、3回ぐらい見てくれてます。もうなんかステージは立たない。ステージは立たない。めちゃめちゃ似てます。あの、普通に似てるのですぐわかります。そう、みんなにめっちゃ似てる。野々宮前にも後ろにもいるぞっていう時はいますか。まだお会いしてないんですよ。そう、でも裏ティフには来るかもみたいなことを言ってた。それ言っていい？言っていい。別に、だっていつ来るかわかんないもん。あ、3日間出ますからね、我々。そう、我々3日間出るんで。我々3日間全公演出ますので。そう。すいません、よろしくお願いします。全公演出るんで、どこで来るかはあのお楽しみ。楽しみ。うちの話はいい。野々宮妹を探せの会が始まります。企画としてみんな後ろを見るっていう。そうやろ。裏企画です。裏ティフの裏企画。あー、そうです。ショートカットになって。裏宮じゃないか。裏宮、表宮とは。表宮です。はい、いいですか。はい、はい、脱線が激しい。あの、実は今回のイベントからタイトルがちょっとだけ変わったんですよ。おさっきのメログリーはじめましたになったんです。おー、はじめましてですもんね。そうです、この間まで、この間まで先月まで始めまして、初めまして、2回やっても初めましてだったんですけど、初めましたになったんですよ。冷やし中華風に。冷やし中華風に、まあ、なランクアップしたのかな。ランクアップなのかな。何があったかっていうと、僕がその偉い人に土下座をしてやらせてくださいって言って定期化が始まるっていう。おー、なので一応副題的にはボリューム1なんですけど。なるほど。画像を見た方はお分かりの方も何人かいるかもしれないですけど、アハ体験、あの、アハ体験その2がこのニョロニョロの間がちょっと重要でして、ボリューム1のにもかかわらずクルスループ卒業の日って書いてます。申し訳ない。アストレイヤのルカ・ララさん。はい。いろいろ説明しますと、先日25日に別のグループから別の名前でデビューしてますんで、ララちゃん、ララちゃん、アストレイヤというグループなので、あの、今日これが終わった後はアストレイヤとして正式に、正式に、あと数時間だけ先所。それでいい。悲しい。あとね、ほんと数時間だけ、余命みたいな。余命、先所クルスループの余命あと数時間。まあ、そういう全うするということで、はい、大丈夫ですか。あの、はい、卒業発表の紙にめっちゃ全うするようにっていうふうに俺が言ったみたいになってますけど、全うする。あの、ちゃんと相手の偉い人とすいませんお願いしますっつってやりましたね。
ありましたね。大塚のカフェで。気まずい、気まずい。大塚のカフェで。詳しすぎる。多分、そんなに行かないんで。確かに、確かに。大丈夫です。難しいですね、アイスティーが。そうなんですよ。あ、その時の話ちょっとだけしますね。あの時間の5分ぐらい前に僕が行ったらもう死にそうな顔してこう座ってたんですよ。すっごい怖くて俺にしか見えてないのかなと思ったんですよ。3人席に1人だけもううわってなってるし、マスクで 目元全部隠れて目元しか見えないし、目の前のアイスティーの氷全部溶けてるしみたいな、すっごい溢れそうになってて、めちゃめちゃ笑ってる。緊張して超早く着きすぎて1時間前以上に。すげえ。普段も来ないのにそんな。それはそう。怖かった、すごい。怖かった、ウケる。でも本当に死にそうな顔してたんでしょ、うん、顔真っ青だったもん、うん、どうしてそんな怖い思いさすることをしちゃったの。すごいなんかもう怖すぎてこうやって手に握ってたらもうなんかあざできて、ここにそんなに。何が怖かったの？みんな。世の中。世の中あれですね、大人ってやつ。大人が怖かったの。大人あの時一人しかいなかったでしょ。あ、俺も入れて大人。俺を大人にカウントしたらダメだと思うんだよ。だってこんなヒゲだよ。剃るの忘れたって言ってます。本当に剃るのがわかると思いますけど、剃るのめんどくさいんですよ。でもアイドル運営なら剃らなくてもまあ許されるんですね。なんで？いや、わかんないですけど。すいません、長くなりました。いえいえ。ですね、まあとは言っても、とは言ってもですよ、ボリューム1なんで。はい。1。リニューアルしました。リニューアルしましたので、よろしくお願いします。まあ、ちょっとね、あの、先ほど再度ごちゃついてしまったので、ちょっと日程だけ、あの、今しばらくお待ちいただければ。ゲームやるよ。はい。今日何もないですね。今日何もないです。前回みたいにテーブルが。本当だ。ホワイトボードもない。前回までは、前回はテーブルがありましたね。前々回はホワイトボード使いました。今回も封筒しか使わないです。おお、いました。これは。いました。何何？謎の封筒が。どこにあったの？俺そこに。あ、なるほど。俺封筒に手紙入れるの好きだからさ。請求書とか。ねえ。中身はなんだ。わかんない、わかんない、誰もわかんない。ねえ。誰に言ってる。おい、なんか空間に。空間にね。チーム分かれてください。よーい、ドン。どういうふうに分かれてる。ドン。今日はサンサンどうする？サンサンか。俺決めてないもん、いつも。グッパーします？うちいつも一緒。あ、そうそう。あ、でもそれこれが混ざるとややこしいことになる。そう。あのどっちが勝ってどっちが先攻か。そう。高校か決めるのが。どうします？じゃあ先場でララさん入ります。今日あでも今日そじゃんけんします。それでもじゃんけんだ。じゃあじゃんけんした結果ララさんになりましょう。そうだね、教えてましょう。いきます。じゃんけんする意味最初はグーじゃんけんほい、勝った人で最初はグーじゃんけんほい。はい、じゃあ下月真冬さんでお願いします。今日は久しぶりに先場として頑張ります。はいはい。3分の2が、3分の2のうちの1人が久しぶりの先場で、3分の1がアストレイヤっていう感じなんですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫。今日はちゃんと先場です。オッケーです。あ、なんか、どうしたの？めっちゃ身長の話をしてました。盛り上がってました。どこの部分で盛り上がったかだけ説明してもらっていいですか？はい、身長の話です。あ、一緒だみたいな。なんか私乗ってるのに、ちっちゃいとか話して、あ、私156なんだ、わー！あ、似てるみたいな。あ、身長が似てるという。だけです。あ、すいません。掘った僕は悪かったです。ごめんなさい。ね、はい、非常に簡単でして、しここに5つお題があるんですよ。ランダムで引いてもらって、この中にお題が入ってます。はい、この3人で息ぴったりにそのお題に対する回答を合わせてください。以上です。あ、簡単に言うと、例えば、アイドルの曲といえばみたいなこと書いてあるので、ーせーのでで合わせるみたいな。え、これはポニーテルとシュシュとかみたいな感じで。意見交換はダメ。意見交換はダメなんですけど、5秒だけ時間あげます。わっ、短っ。あれだあれだって、ハラハラしかいかないなとかみたいな、ね、あ、まあ入ってないんですけど大丈夫です。今のお題は入ってなんならアイドル1個も関係ないお題だってことに今気づいてしまいました。申し訳ない。いやー、なるほど。例題なので
それあくまでも例題です、はい、みたいな感じで。わかりました、はい、やりましょう。知識がマイク回すね。回せ大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ先行高校だけ決めましょうか。じゃあアストレイヤー、リアルに見てちょっと最初グーじゃんけん、はいはい、どっちにしますか。先行高校。先行で OK です。よし、じゃあ高校チーム壁際に貼り付けの系だ。先じゃさんの衣装黒だからどう見えない見えないどうやっちゃう。いない忍者ですね今。すっげーゆるい。いつもですよ。いつもですね。よしよしよし、始まった感じがする。おすごい。おじゃあお題引きますか、やめますか。やるなかやりますやります。じゃあ真ん中で OK です。はい、はい、見ていいんですよね。あ、ダメだ、これこっち当てるサイドだから。ダメだ、見ちゃダメだ。お部屋、今お部屋って言った。今絶対お部屋って言う。あ、まあじゃあ僕がせーので言うんで、そしたら皆さん5秒カウントしてもらっていいですか。はい、でそしたらせーので、もう一回例題言いますか。アイドルの楽曲といえばみたいなことが書いてあるんで、5秒数えてもらいまして、で5秒後に、そうです、あ、なんだろうなんか AKB とかあるよね、ダンスでバコンみたいな。はい、言うとそれもらやみたいな感じ。はい、 AKB しかないじゃんみたいな。え、はい、さっき言ってたの違くねみたいな。いきますよ、はい、大丈夫ですか、はい、もう開いたら始まっちゃいますか。開いて5秒、いや、それは辛いな。確かに。ダラ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 、じゃじゃん、東京の名所といえば。おー、さあ皆さんカウントを始めます。せーの、5、4、3、2、1、せーの、スカイツリー。これ審議入るパターンじゃないですか。大丈夫ですか今。今のね、相談の仕方がすごい悪かった気がする。どういう相談しましたか。スカイツリー、東京タワー、え、なんか、いや、もう言っちゃってんの名称。ツリーって言ってたら、スカイツリーかみたいな。もう名称言うとるやないか。言うとるやないか。それもう一回行きます。ちょっと待ってください。ちょっと待っていいですか。え、俺の説明が悪かったかな。違います。大丈夫、せーのって言ってあげた方がいいかも。5、4、3、2、1、せーのって言ってあげた方がいいやつ。もう相談なしにしますか。メルグリナー、メルグリナーバカでした。 OK です。じゃあ今のが例題としますか。わかりました。でもわかりました皆さん。わかりました。 OK です。 OK ですか。メルグリナーバカ。じゃあ相談をなしで開いて、せーので合わせましょうか。はい、 OK ですか。はい、はい、すごい。子供の理解力が、あと4問しかないけど決着つくかな。大丈夫、最悪お客さんにお題もらいましょう。じゃあもらいます。すいませんね、読んじゃってください。あーす、メログリの、しますか。読んじゃってくださいよ。あーす、あーす、あーす。なんだこれ、おっと、新宿といえば。いきますよ、せーの、歌舞伎町。いや全然もう今間違いなく合ってませんでしたね。はい、どうぞ。歌舞伎町、アルタ、何も答えてない。ゴジラとかね。それでもゴジラって言っても合ってなかったけど。ということで、まあノーポイントということで、はい、大丈夫でしょうか。そういう感じでいってますんで。はい、ダメです、ごめん、もう相談なしで5秒間考える。あ、喋らないで。あ、なるほど、パニックになったのね、今。あ、OK です、OK です。じゃあ、そうしますか。はい、すごい。じゃあ、次は脳相談で、この次のターンから相談ありでいきますか。じゃあ、クリスさん、お願いします。クリスさん。クリスさん。間違いないでしょ。最後のクリスさん。最後のクリス。今日ラストクリスですからね、皆さん。エモクルみたいになってますけど大丈夫ですか。いや、そういうこと言っちゃいけないんですよ。人の名前使っちゃいけないんですよ。白浜だ。大丈夫ですか。平川さん、めちゃめちゃ喋ってますけど大丈夫ですか。反省会。いきますよ、はい、いきます。黒い飲み物といえば。いきます、5、4、3、2、1、せーの、コーラー。
正解、こういうこと。黒い人たちが黒いって言ってコーラ喜んでる。ねえ、ねえ、ミサさんやばいです、やばいです。え、もうパニック、まだお題。黒い飲み物って言って何て言ったの。墨汁。あ、まあわかんないです。普段でも普段あの墨汁はあくまで飲んでも大丈夫な、あの多少のなんか規定量は飲んでも人体に影響は起きないみたいなので、でも飲み物ではないから。規定量っていう時点で飲み物じゃないよ、薬とか。体の中に入っても人体に大丈夫だそうです。用法用量を正しく守れば、守れば大丈夫、そんなに影響ないと。大丈夫ですか。じゃあ次メロディチーム。いやまあでもね、コーラ以外にもコーヒーとかドクターペッパーとかね。でも今ここしか合ってなかったです。大丈夫。ダメです、やばいですね。もう次みーちゃん引いてください。あとこれで決めなかったら負けが決定しますんで頑張ってください。じゃあ僕が考えるってこと。決着つかなかったら OK です。なんか長めのやつできました。これ難しいな、来たりして。学校の休み時間といえば何をする。おー、面白い質問ですね。じゃあ考えていきますよ、せーの、5、4、3、2、1、せーの、友達と話す。何？あれすげえ双子が合わないっていう。もう明らかに LR の音が違ったよ。すごいわ、サラウンドだ。ステレオサラウンドですね。はい、どうぞ。友達と話す。ドッジボール。ドッジボール。鉄棒。唯一一人でやることを言いました。え、だからこうやって。え、友達いないの？それ頑張ってヒントを出してたんだ。友達いないの？あ、じゃあ休み時間は2人で話すことはないの。いや、別のクラスなのであんまり。そこ双子、あ、双子あるあるなのね。双子は絶対。あ、出てこないでください、すみません、戻ってください。壁だいたいこうクラスで友達。そうですよね、名前がねとか被ってるね、顔がね被るから。やばい。エアー、それ何だったんですか。鉄棒、あの逆上がり。あ、エア逆上がりをずっとしてたんです。全然隣の人見てなかった。いや、なんかめっちゃ飛んでるなと思って。でもなんか、あ、5秒間で考えられたんだと思って。それでなんかできたみたいな感じかなみたいな。どうしますか、もう今の時点で勝ちが決定しちゃうんですけど。でも1問目私たち、そうそう、例題だったから、例題だったから、このラスト1問を考える時間ないで。え、2人違う、間違えちゃう。大丈夫ですか。じゃあこのラスト1問をこうお渡しして、これ OK だったらなんか どうする？じゃんけんする？じゃんけんをしない。なんか最後誰かが誰かからお題をお題いただきますか。 OK です。じゃあこれを頑張っていただければラストチャンスです。ラストチャンスです。そう、チャンスをあげるよ。チャンスを、おみちさんにチャンスをあげよう。チャンス、難しい問題だよ。最後みんなチャンスを、チャンスを、あとで覚えとき。簡単な問題で。あ、でもこれ簡単だと思う。お、夏祭りの食べ物といえば、はい、あ、いい問題考えるね俺。5、4、3、2、1、はい、せーの、かき氷。ちょっと待って、ね、今ね、ごめんなさい、ちょっと今真ん中のさっきの女の子が。じゃあちょっと言い訳していいですか。あ、ダメです。ダメです、ダメです。とりあえずじゃあ順に聞いていいですか。どうぞ。かき氷。あ、おお、焼きそば。おお、出たよ出たよ。大変申し訳ありませんでした。引用リツイートとかしないでください。違うんです。はいはい、自分がこうやってかき氷でアピールしてたんですけど、多分めちゃめちゃ見てましたね。焼きそばだと思ったんだな。リンゴ飴だと言おうと思ったんですけど、なんかこうなんか何かを囲んでるから。ああ。で、まふえちゃんがダメダメって。いや、言ってた。そのスピードで食べたら頭痛くなっちゃうって言ってたね。あ、違う、その注意書きじゃない。かき氷食べないから。知らんな。イメージわかんなくて、あ、めっちゃだと思って。かき氷を食べないことは誰も知らない。だってこのスピードで食べることなかった。あと、そっちで、あ、そっちですよ、祭りに行きたいとかやめてもらって。そもそも野々宮行ったでしょ。え、名古屋で。ああ、じゃねえし。浴衣を着ていきたいねって。
って。ああ、床って聞こえたからもう何するんだろうってちょっともう本当怖かったよ。壁とか床とか。じゃあまあとりあえず どうしよう。ということでメロブリさん0ポイントです。あれ1ポイントもなってきなかった。あ、もう一回やってみますか。同じお題をもう一回やってみますか。大丈夫。延長戦で新宿といえばせーの5 4 3 2 1せーの無事だ。よかった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 。俺が言ったやつっていうところがまた好感高いですね。えよかったよかった。まあでも残念ですが初めて先ほど勝った。いやそんなこと1日で。あおってことは2-1で先ほどが勝ち越した。まあでもボリューム1なんで今日から数えます。はい、数えて得点が高かったから何ってことはないんですけど。特にないです。牧獣大丈夫ですか。牧獣は大丈夫じゃん。黒い飲み物といえば5 4 3 2 1せーのコーラ。はいはい牧獣でしょ。牧獣確かにそこは牧獣だったかもしれないね。オッケーです。こんな感じなので先ほど勝ちで大丈夫でしょうか。ありがとうございます。すごい同じ話題2回言っても勝てなかったということで、はい、順番が、はい、はさっきの女の子決められるんですけど、はい、最初と最後どっちがいいですか。そうですね、やっぱすげえ奥から角から見てるあいつ。あ、ルーじゃなくて、クルスさんが。いや、合ってるよ。合ってるから。クルスルークだから。どっちがいいですか。最後やれや。後で。全然。どっちもいいでしょ。せーの、後で。あ、そういう決め方。引きずってます。ということで、じゃあ順番的にはメログリさんが最初で、その次がさっきの女の子となりますので。やめてください、マフィエさん。椅子に座っていただいて。はい、ぜひ。足痛めてるから。足痛めてるから。いいよ、ツッコミ。いいよ。よく把握してる。よく把握してる。見てる。ツイッター結構見てる。イエーイ。ということで、やらせていただきますので、よろしくお願いします。では、一旦はけていただいて、準備の方だけ、なんで俺にマイク渡すの。怖い。いつもここで尺を使うっていう。すごいな。夏休み。